姫神社は奈良県奈良市高畑町にある神社。姫塚と呼ばれる小さな古墳の上に建てられている。南都京神社の拙者である。姫塚は古くから後期の姫君の墓と語り伝えられており、日本書紀の記載にある天武天皇6年4月14日に十四王女を天武天皇10年にひかみ娘を赤王の地に葬ったとされるこの二人ではないかと考えられている。 この近くには、阿公神社がある。1920年代に姫塚は、国有となって、奈良財務局の管理下に置かれたが、地元の有志の奔走によって、奈良財務局から姫塚の払い下げを受けたのを機に、そこに神社を造営することとなった。姫塚の原業旧坪を、新薬師寺に寄進し、神殿、祭祀を、南都京神社の拙者として委任することとした。 1980年夏、新薬師寺、南都京神社の協力により、自賃祭が同年末に上等祭が行われた。1981年、十子王女の命日である4月7日を新歴に、換算した日である5月10日に鎮座報祝祭,祭が行われ、十子王女を祀る姫神社が誕生した。心臓石良縁を願う、人々の絵馬その他。 本殿の脇に絵馬をかける場所があり、良縁を願う人々の絵馬が多数かかっている。その前には小さな石が置かれ、万葉集の川の上の時津、岩群に草むさず常にもがもな常所にてという歌が彫られている。ありがとうございます。